はい、とりあえず飲み物も飲んだことですし、撤収します。ここはめちゃくちゃ怖かったわ。ここはめちゃくちゃ怖かったわ。渡れない、さすがに無理、私の体重じゃ無理です、ね、さっきのところだったらまあ慌てないでいけばいけるかなと。輝き橋の事故みたいにはならないとは思うんだけど、落ちたらもう怪我するよね、間違いなく。これ何の音だろう、なんか電子音みたいなのが聞こえる。まあ水の音でそう聞こえるだけなのかもしれないけど、てかなんでセミ鳴いてないの、もう終わったセミ。今日9月の5日だよ。ああ危ない危ない。ここも結構豪快なんだよね。まあでもオイダの大滝はすごかったわ。あれはもうちょっと整備してさ、バリ観光地にした方が、あの行き現場近いじゃないですか、払拭できるよね、あの嫌なイメージ。あれすごい綺麗だもん。カショッチも言ってたけどね、むしろ整備した方がって言ってたよね。あ、もう帰りましょう。今何時なんだろう。まあとりあえず下の分岐まで行って時計見よう。今ちょっと見る余裕がない、ちょっと熱っぺえし。結構険しいんでね、うん、ここからも結構いい映像なんだけどね、うん、まあまあいいよ、うん、でここですね。さっきどうやって来たっけ、うん、よし、落ちないように落ちないように落ちないように、よいしょよいしょ、 OK なのかな、 OK かな、 OK、 うん、いやいやいや、これはしんどい、もう直さないのかな。いいとこだと思うんだけどな。あ、もう枝が、これは急いで帰るよりゆっくり行かないと危ねえ、危ねえよ。落石怖いね。ここで今震度4とか5とか来たらちょっとめんどくせえことになるな。
よいしょ。ああ、キノコがいっぱい。よし、もうちょっとで、あ、危ない危ない。オッケー。下りの方が怖いね、やっぱりね。息は上がらないけど、ずるっていっちゃいそうでね。この辺は整備されてんだよな。急に整備されないんだよね。あ、まあでも、うん、大井田の大滝はね、ちょっとね、思った以上にすごかった。うん、思った以上に感動した。危ない危ない危ない危ねえって。見返りの淵ね、さっき言ったね。見返ってみましょう。あー、落石とかなかったらもうちょっと綺麗だったのかな。ああ、ちょっと熱っぽくなってきたぞ。大丈夫かこれ。てかもう下りだから杖いらなくねと思ったんだけど、あそこの木の橋やな。怖いよ、あの木の橋。どうしよう、また手震えるよ。ありがとうございます。なんかいい方法ないかしら。いや、うち80後半だけど。これ前みたいに90何キロってあったら割れてんじゃねえの、ここ。普通に考えると水しぶきが、いや、でもどっちが安全なんだろう。真ん中？やだな。うん、怖い。うう、怖い。ああ、せっかくだからこれ 4K で撮るか。